お疲れ様です。マイアミさん、えー。今回ご質問いただきました。とってもいい質問だったと思います。えー、例の陽線という言い方をしましたね。今まで FX オリ合リをはじめとする私の相場解説では、この例の陽線っていうものがね、よく出てくるんですよ。よく出てくるっつっても、毎週出てくるようなものではなくて、まあ、数ヶ月に1回、いや、数週間に1回ぐらいですかね。まあですんで、エリオット波動、 以上には出てくる頻度が多いんで、今回覚えておいていただきたいと思います、はい、では例の要線ってのは何でしょうかってことなんですけども今回例の要線っていう言葉を使ったのはこの辺りの要線の束の時に使ったんですねで例の要線って何だろうっていうふうに感じたと思いますけどもこれのことですえっ、ー、とねこれ拡大したのがこれです この線まあ陰線でもいいんですけどもこのローソク足の特徴的なのは実体と上ヒゲと下ヒゲが長さがだいたい同じぐらいなんですよねこれが例の陽線ですおそらくこういった形の陽線って、まあ、陰線も込みでですけどもこの中にたった1個しか出てないんですよねじゃあこの例の要線ってのは一体どんな特徴があるのか これをお話ししていきましょう。それはですね、このろうそく足が確定した後に、新しいろうそく足がここにできます。このろうそく足がもしね、陽線だった場合は、その次が陽線になる可能性が非常に高いんですよ。で、逆に、この例の陽線の次に、陰線が出た場合は、 次のロウソク足が陰線になる可能性が非常に高いんですね。これが例の要線の形の特徴と、その後の値動きの特徴です。よろしいですかね。そうなるとね、例の要線が確定して、その次に要線が出たでしょ。ということは、これが要線になる可能性が高いんで、すでにここから倍がかけれるんですよ。 そなったらそのまんま赤3平がありますから赤4平になって次も倍でいけるよねってことで実はここの利幅って取っていけるんですよこの要線を知ってるだけでもしくは陰線でもいいんですけどもこのロウソカシを知ってるだけで一足先に仕掛けることができるんですねだから今回の、えー、イスラエルの有事がありましたけどもその有事でドーンと 陰線で落ちちゃいましたけども、その前の利益を確保することができるってことなんですよね。で、この例の要線の特徴、仕組みを知らなければ、多分エントリーに入るのが遅れて、最悪エントリーに入った瞬間、この有事の陰線が起きて、せっかく3ペイ4ペイの後なのに、ロスカットを食らうみたいなことがあるんじゃないかなと思いました。 例の陽線。この形、よく覚えておいてください。まあ、陰線でも同じことが起きるんですよ。だから、例の陽線ってい言い方を今回しましたけども、例のローソク足って言ってもいいです。いいですね。このローソク足。実体、上髭、下髭。これが、同じような長さの場合です。あ、ちょっとこれは、絵の描き方が下手で、同じような長さに見えてませんね、これね。 まあでも、この長さと、この長さと、この長さが同じロウソク足で確定したら、次のロウソク足に注目ということでございます。今回もご質問ありがとうございました。